ワンパーということで、フェラガミ実況、神田さんルート、続きのやっていくんですけれども、いや、前回は、すごい回だったな、いろんな意味でね。まあ、1時間スペシャルに、まあ、なってしまったんですけれども、まあ、今回、やっていくにあたって、ちょっとね、俺が一番気にしている部分というか、まあ、そこだけちょっとね、言って始めていきたいなと思うんですが、ここだね。まあ、前回の最後の方に、こう、カンナさんが、その、魂を補うっていう話してんのよ。それ、分け与えると、存在を維持できなくなるぞって言われてて、まあ、どちらにせよね、まあ、あの魂を幸せにできないんだったら、自分の魂も絶望してしまって、生まれ変わることなく終わっちゃいますよ。もうそれこそどの道なんですよって言ってるんだけど、なんか、その、魂を分け与えるっていうことは、今、昴生君にさ、まあ、ちょっとでもこう、カンナさんの魂が入ってるわけじゃん。まあだから、それによってこう何かメリット、デメリット、影響はあるのかみたいなところっていうのは全然何も語られてなかったんで、まあそこちょっと今回ね気にしていきながら見ていきたいなと思います。はい。じゃあちょっと長くなっちゃったね。今のは夢なんだよな。それとも、カンナの記憶。ね。なんか今になってこう夢というかさ、そう、なんか記憶みたいなものが蘇ってきたよね。うん。このタイミングでこんな夢。いくらカンナのことを考えていたとしても、できすぎだろ。それに内容だって。そうして考え込む俺の視界の端で、何かが動いた。端で？あ、蝶。これ。うわ、光る蝶が部屋の中を飛んでいた。ゆっくりと右手を伸ばした。光る蝶は逃げない。ゆらゆらと宙を漂っていたが、蝶は指にそっと止まる。指先がほんのりと温められたような気がした。その瞬間、俺の脳裏にはカンナの姿があった。この蝶、カンナなのか。おー。前もね、こう、ちょっと、近くにいたみたいな感じだったけど、これ、カンナさんの一部ってことか？返事はない。それでも、確信みたいなものがあった。すぐさま、部屋を飛び出した。ああ、なるほどね。魂の残滓だもんな。この蝶は。カンナさんの残滓が残ってんだ、まだ。思った通りだ。俺についてくるように蝶も一緒に部屋を出る。そして、走る俺の後ろを飛んでいた。蝶を引き連れて向かった場所はもちろん。まあ、ミカドさんのところだよな。うん、まあなるよね。ミカド、いるか？ん？高峰昴生か。うん。ちょうどよかった。缶詰を開けてくれぬか？爪が割れてしまいそうで、なかなかうまくいかんのか。うん、すまん、それどころじゃないんだ、ミカドさん。それよりも、この蝶ね、それよりも、勢いがすごいけどね。肩に止まっている蝶を指さした。その蝶は？さっき、居眠りをしてて、そしたら夢を見たんだ。親に愛されなかった、子供の夢だ。教えてくれ。あの夢は、俺よりも以前の魂なのか？親に愛され、なくて、幸せを知ることもなくて、それが俺の前世だったから、魂が兄弟になったのか。そんな俺を助けるために、カンナは自分を犠牲にするような真似をしたのか。すべて、夢で見たのか。ああ。それで、起きたらこの蝶が飛んでた。ここまで俺についてきたんだ。間違いないだろうな。カンナの未練。とは少し違うかもしれんが。おお。自分が転生をした後でも、お前がちゃんと幸せをつかめるかどうか気にしているんだ。まあ、その残滓がね、残滓だけでも、いやでもカンナさんのその思いたるやというか、すごいね。もう本当に大丈夫かなっつって、もうお母さんみたいなね感じで。そうだよな。ここにカンナの魂があるなら、生まれ変わるって話はどうなるんだ。その蝶だけで、カンナは存在を維持していたわけではない。うん。あくまで一部だ。まあだから、その欠けた状態でも、まあ一応生まれ変わるってことね。
その大半は無事に神のもとへ帰って次の人生に向かったはずだ。だったらその蝶は、そうだな、カンナの根っことでも言うべき部分か。根っこ？お前の存在を気にかけながら今までずっと生きてきたからな。どうしても目を離すことはできないのだ。その死神としてのね、秋月カンナとしての魂がな。何が重荷になるのは嫌だ。結局残ってどうするのだ、バカ者め。ならやっぱり俺が見たあの夢は事実だ。あー、やっぱな、そう言わざるを得ないよな。最初から俺のことを分かってたんだな、こうなることも。魂を失った影響はあくまで一時的なものだ。いずれ体も馴染む。魂の補充もあくまで最初だけだ。あ、カフェの成功もあったからな。なるほどね。そっか、欠けてるっていうのはその魂がもうよりもショックでね、もう欠けちゃうレベルでこうやばかったってことだもんね。まあそのマイナスになってたっていうか。まあでもそっか、そっからはなるほどね、馴染んでったってことね。ギリギリのところでカンナの存在も維持できた、そのはずだった。へえ。現実には維持できなかった、安定したはずなのに。言いながら気づいた。少し前に俺は体調を崩したこと、その時カンナから魂が衰弱した可能性を言われたこと、あの時俺が野中くんの影響を受けたから。いや、影響を及ぼしたのは俺の方だったはず。もしかして俺の魂の一部が流れ込んだ。だから野中くんがあれだけ素直に提案を受け入れた。あー、その代わりまたそれで欠けちゃったのか、こっちが。だからすげえ、なんだろう、元々のこう、なんていうの、ネガティブな部分っていうところがより強く出ちゃったのかな。そしてその分俺の魂も弱くなってしまった。いや、でもそういうあれなんだね、関係性なんだね、この魂のシステムというか。どっちにしても不用意に野中くんの相談に乗ってその影響を受けたりしたから。カンナは、言っておくがお前のせいではない。カンナは喜んでいた。なるほどな。そっか、そうだよな。何を喜ぶことがあるって言うんだ。お前が飲み込まれることがなかったからだ。それでそうだよね、カンナさんがまたその魂を補強してくれて、そのおでこをくっつけてみたいな。なあれはだからその魂を補強する作業だったんだな。昔のお前では相手に共感していた可能性もあった。そうならなかったのはお前が今の暮らしに幸せを感じているからだろう。それはカンナの作ったチャンスが生かされたということと同じだ。お前が見た夢がどこまでのものかは知らぬが、お前の魂と一番初めに会ったのはカンナにとっても初仕事だった。そうだよね、それをずっと引きずってたんだもんな。幸せになるために、明るい未来のためにと魂を案内した。だが2度目も3度目も満たされることはなかった。お前の魂が強大になった大きな理由は同じ欲求を重ねてしまったことにある。よりこうね、まあお母さんへの欲求もそうだし、いやでも最終的にさ、あの最初の魂もさ思ってなかったと思うんだよね、その童貞をね捨てたいっていうその気持ちが強大になってしまうみたいなところは。ただまあでも性への執着というかさ、まあ人に愛されたいっていう気持ちなんだろうな、その童貞を捨てるっていうまあ童貞を捨てるはその欲求かもしれないけど、性的なね。まあでもその裏にあるこう、なんていうの、まあ母親とか、まあいろんな他の人に愛されたいみたいな欲求っていうのがまあ根本にあったのかな。生まれ変わる先は無作為に選ばれる。これほど酷似した状況を繰り返すことなど滅多にないのだがな。なるほどね。もし仮にあったとしても
心が持たん。先に諦めて蝶としてこぼれ落ちたはずだ。だがお前は違う。諦めずにさらに強い気持ちを抱いて生まれ変わることを選び続けた。次こそは幸せになれると、カンナの言葉を純粋に信じるようにな。前のことは知らないが、俺はちゃんとここまで育った。親を恨んだりもしてない。それでもダメなのか。不幸だと思っているわけではないだろうが、積もった欲求、欠けた部分を埋め合わせることはできなかった。奇跡まで起こしたお前に生まれ変わる機会はもうない。だからカンナは最後のチャンスを作ったのだ。なるほど。もう本当に存在をかけた、もう一世一代のっていうことだったんだな。お前の望み続けた幸せを手に入れるためのな。最初に童貞とか言ってたのは全くの嘘ではないが、お前が本当に望んでいたのはその先ってことだな。恋を実らせ、好きな女と共に生き、幸せな家庭を作ることだ。まあだからそっか、だから他のルートでは、だからあのカンナさんは安心してたわけだ。まあな、大丈夫だろうっつって、このミカドさんもね、一緒にな。まあもうお前は大丈夫だっつってさ、もう恋を実らせて、まあ、幸せな家庭を作るまではね、ちょっとまだ いけないまでも、まあここまではな、ここまでは、好きな女とっていうところまでは、そっか、他のルートでは行けてたから、まあ大丈夫だろうと思って、安心してたんだな。だが、この事情を全て告げるのはためらわれた。それは理解できる。けど、抜き差しならない状況を説明されて、幸せになれ、なんて言われても俺には無理だっただろう。店に集中できたからこそ、今という結果を得られたのだと自分でも思う。お前に幸せになってほしいとは、カンナが望んだことだ。今回のことは意に反したことだろう。それでも、カンナは安心していた。今のお前なら大丈夫だからと。でも、まあ今の昴生君は他のルートとは違うからな。カンナさんを求めているからな。なかなかちょっとそのぽっかり開いた穴というのは、難しいですよね。そんなことを言われても、納得できないだろう。仕方ないと思えないだろう。これで良かったなんて、思えるわけがないだろう。一晩経っても、胸のざわめきが静まることはなかった。逆に膨れ上がった気持ちが、激しく俺の心をかき乱した。あんなのを見せられて、そうですか、なんて思えるわけがないだろう。理解はしているつもりだ。我が輩とて、思うところがないわけではない。カンナとは長い付き合いだったからな。まあでも、そういうシステムの流れだからもう仕方ないんですよ、みたいなことなんだろうな、ミカドさんは。まあでもそれもそうだよな。だが受け入れろ。まあそう言うしかないわな。納得できなくても飲み込め。自分の中で抑え込め。でなければ、それこそ、すべてが無意味に終わる。そのカンナさんの思いとかな、いろんなものがな。俺だって、いつまでも縛られてちゃダメだって分かってるつもりなんだ。でもやっぱり、そんな簡単に受け入れられないんだよ。カンナは、大切な、大好きな人だから。だから、だから。この気配は。ん？何？どうしたの？いきなり？どうした？ミカド？姿をごまかすことも忘れるほど慌てたミカドが部屋から飛び出す。あ、その気配に気づいた俺も部屋を飛び出した。ん？どうした？めっちゃおるな。おーちょ、待って。めっちゃおるな。外に出た瞬間、奇妙な明かりに取り囲まれた。奇妙な明かり、まあ、蝶ですね。え？どうした？まあ、ちょっと、差が、ね、ナーバスになってきたから、集まってきちゃったのかな。蝶の光だ。無数の蝶が飛び回っている。これは。感情を高ぶらせるな。高峰光星。高ぶらせるなって言っても、高ぶるっていう、
ねえ、何すこぶるみたいな感じありますからね、昴生くんは。これなんて読むんだっけ、これ内山聖輝さんと同じこのスバルみたいな文字、なんて言うんだっけこれ。わかんねえや。お前の強い感情は蝶を引き寄せる、うん、このままでは再び奇跡を起こしてしまうぞ。ああそうか、なるほどね。だからカンナさんを、ああそれやばいね。そうなっては今度こそお前は。そうか、世界を巻き戻す力なら、奇跡を起こせるなら。いやーでもそうなっちゃうのか。なるほどな。そうなるともうどうしようもなくなるね。よせ、分かっているだろう。それはカンナの思いを無にすることになるぞ。それはけど、カンナと一緒にいたのは短い間だったかもしれない。それでも俺の人生の中でこれ以上ないくらい幸せな時間だった。え、ってことはこれもう一回時間速攻するってことなの？え、それはやばくないか。あの幸せを知ってしまったら、あれ以上の幸せなんてあるわけ。やり直すというのは今までを否定するのと同じなのだ。それはカンナと過ごした時間すら否定することになるのだぞ。お前は本当にそんなことを望んでいるのか。そうだよな。帝の言葉が胸に突き刺さった。それは分かってる、分かってるけど、これまでの日々をなかったことにしたいわけじゃない。カンナと一緒にいられるのは本当に幸せだったから。いや、それだけじゃない。シキさんと仲良くなった。のぞみと一緒に働いた。木内谷さんと知り合った。鈴音さんから教えてもらった。楽しいこと、嬉しいこと、いろんなことがたくさんあったから。まあでもね、けれどもそれ以上に失ったものが大きくて、大きすぎて自分ではもう何をどうすればいいのかわからなくて、それでもやっぱり会いたいんだよ。しまった、もう間に合うんか。え、待って、何、あーやばい、え、もうこんな赤くなってる、赤くなるんだ。どうしようもない暴走する気持ちに呼応するみたいに周囲を飛び回っていた蝶が強い光を放つ。これあれだね、のぞみさんルートの、とっか、俺の激しい感情を表すみたいに蝶たちが赤みを帯びていく。赤い蝶ってさ、あれ転生できない魂なんじゃないの、人間が。光はそのまま膨れ上がり、俺たちを飲み込んでいった。あーなるほどね、こういうシステムで。そっか、夏目さんはってことなのかな、巻き込まれたみたいな。え、これどうなったの。頬に冷たい感触、どうやら道に倒れ込んでいるみたいだ。ゆっくりと体を起こす。何これどうなったの。また時間速攻したってこと。高峰光生、お前はやったなってことだよね。そんなに怒ってるってことは、俺はまた世界を戻してしまったってことか。いや、以前とは違う。おう、だがあれだけ言ったのに、うん、また奇跡を起こすなんて、まったくもう。あれあれ、どういうこと。その声、カンナ。約束破りましたね。どういうことですか。もうちょっと分かんなくなってきてますね、個人的に。ちょっとどうなっちゃったんですかこれ。嘘つき。すまんじゃないぞ。いや、けどだって。でも、もだっても禁止です。そんな子に育てた覚えはありませんよ。そんな子ってやめて。そのお母さんじゃねえかも。
辛いんだよ。今さらカンナがいない生活なんて。あらら、まさかツッコミもなしとは。お母さんかっていうツッコミなしだったな。しょうがない人なんですから。再会したカンナは呆れつつ困りつつ、けれどほんの少し嬉しそうに笑ってくれた。いや、これどういうことなんですか？説明し、プリーズ。ちょっと待って、あれ、あー、え、もうそう、え、戻ったってことなの？そんなに前に？え、これもう序盤じゃん。もうジョも序盤ですよ、これ。ジョもってなんだよ。え、内装が昔に戻ってる。やっぱりここって。確かに過去ではある。うん。だが世界が巻き戻ったわけではない。おう、どう説明すべきか。我が輩たちだけが戻った。いや、それも適切ではないな。おう、意識だけが過去とつながった。そう説明するのが一番近いかもしれない。何それ。どういうことですか？え、待って、もう訳が分かんないんだけど。え、だからそのまあ、過去とつながったはつながったんだけど、世界がこう全部巻き戻ったわけじゃない。え、じゃあこれ夏目さんどうなんの？じゃあ、あ、でもこれここの時点ってことは夏目さんはまだ、そうか、大丈夫なのか。意識だけつながった。世界を上書きしてやり直すことはしたくない。けれどカンナを諦めることもできない。うん。結果、お前は過去の自分とつながったのだ。カンナともう一度会うため。でもその中でもちゃんとこう、なんていうのかな、存在できる。もう時間の底の影響を受けないこのミカドさんたちすごいね。近くにいたせいで我が輩も巻き込まれた。ああ、そして現世に残っていたカンナの蝶。ああ、そうか、その影響もあるのか。じゃあこの体は店で働く前のお前の体だ。ああ、魂の一部を切除した際、お前は意識を失ったはずだ。そうだ。あ、でもさ、そう考えると、え、じゃあこの時の昴生君の意識とかはどうなるんだろう。だからもう、え、あとはその、そっか、世界を巻き戻してはいないけど、え、もう待って待って、ちょっともうおかし、もうちょっと頭がおかしくなってきたよ。この未来のというかさ、あの世界線の昴生君はどうなるんだろうな。そうだ、確かに次に気づいた時は店の休憩室だった。そうだね。そうだね、あれで夏目さんのあれを見たんだもんな。その隙に今のお前の意識が表面に現れ、体を使っているのだ。あ、なるほど。じゃあこれ過去をやり直す、だから自分の意識だけ戻ってて、そっか、もう過去をやり直すってことなのね。未来の自分が、あ、だから未来の自分は自分としているんだけど、あ、でもさ、もうそれ事実的な、事実上の過去改変だよね。なら神から下る罰は、世界に影響を及ぼさずに元の時間に戻るのならば、おめこぼしがもらえるかもしれない。いや、それはそれでやばいと思うけどな。まあ、影響を及ぼさないのならばな。ただこれから先に起こるお前の記憶ではすで、うん、に起きてしまった出来事ってことか。あ、でもそうなのか。それを変えようとするなら、やり直した、世界に干渉したとみなされる。それは間違いない。そっか、意識の上でしかないもんな。だからこう、あれだ、リピートっていうかさ、その巻き戻ししただけなんだな。だからその意識は自分がこう持ってるんだけど、この未来の自分がね。ただなんていうのかな、こうもうビデオレコーダーをこう巻き戻すみたいな感じで。だから同じところをこうただ再生してるだけなんだ今は。それってこの後に俺が目覚めた時に四季さんの着替えに遭遇しないってだけでも、やり直したとみなされるだろう。ああ、なるほどね。そうなるのか。今後の関係性も変わってくるだろうしな。確かにな。そもそも四季さんは今はどこにいるんだ？あの日というか今日か、ウェイトレス服を取りに行っている。おお。
ウェイトレス服って、最初に着てたあのメイド服みたいな。そうだ。最初、お前が着替えを覗いたのも、試着をしていたからだ。ってことか。そういうことだったのか。少しではあるが、まだ時間に余裕はあるはずだ。まったく、こんなことになるとは。ってことは、じゃあ、全部やり直すのか。あ、やべ、ちょっと、あの時のことをちゃんと再現しなきゃっつってた、こう、ちゃんと、なんていうの？嫌な思い出もちゃんとね、こう、なぞっていくってことね。結果としては良かったですね。一部が蝶のまま、現世に残ってしまったことも。バカを言え。お前が現世に残らなければ、高峰光成が記憶を見ることもなかった。ああ、まあ、そうか。魂の残滓がな。え、でもさ、これ思ったけど、どんどんどんドンキーとさ、あとゴビウェイのさ、下りがまたもう一回繰り返されるんでしょ？これ。やば。それはそれでなんかシュールだけどな。そのまま、おとなしく諦めていたのだ。ああ。こんな奇妙な現象を起こすこともなくな。そう言われても、しょうがないじゃないですか。心配だったんですから。光成さん、甘えん坊なところがありましたしね。困ったような笑みを浮かべながら、カンナがこちらを向く。カンナ、なんだよな。俺の知ってるカンナなんだよな。はい。一緒に観覧車に乗って、好きだと告白されて、キスもして。あ、そっか。このカンナさんはそうだよね。魂も赤く光ってたってことは、だからその、そういうことだよね。転生しきれなかったというか、こう、なんていうの？世界の改変にも耐えうるみたいな魂になったってことだもんな。笑っているって約束をしたのに、その約束を破られてしまった秋月カンナです。はい。そこまで言わなくてもいいだろ。約束は守ってもらわないと困ります。んなことを言われても、やっぱり無理だ。寂しいんだ。俺だけじゃない。他のみんなだって。だから。野中君のことに関わらなければ、あんなことにはならなかったんだろう。なら。見て見ないふりをしますか？蝶の影響でどうなろうとも。まあでもそうだよな。それで本当に後悔しませんか？ちゃんと幸せになることができますか？私のために、見て見ないふりをしたこと、私と一緒にいるたびに思い出して苦しんだりしませんか？それは光成さんは苦しんでしまう人です。じゃなきゃ私もこんなに好きになったりしませんでしたよ、きっと。もうアンナさんはなんかあれだよね、魂レベルで好きになってそうだな。こんなにだってさ、カナさんが大事にしてた魂は、もう何度も何度もね、繰り返してるわけだからな。同じような、お幸せになりたいけど、みたいなね、思いを。カナさんもそれを助けたいと思っていくうちに、この、光成くんの魂になった時に、まあ何か、変わったのかもしれないね。カンナ。野中さんを助けた。うん。それは、誇っていいことです。そして、これから先に起こるカフェステラでのこと、私は楽しかったですよ。お店をオープンさせたこと、コーヒーを入れてお客さんに喜んでもらったこと。あー、そうか、もう野中くんのところまで、そっか、リピートすることになるんだもんな。ってことは運命自体は変えられないのか、この状況だと。帝さんがいて、夏目さんがいて、のぞみさんがいて、めいさんがいて、すずねさんがいて、そして光成さんがいて。光成さん。お客さんを笑顔にして、働くみんなも笑顔になって、新鮮でとても幸せな時間だったはずです。その経験があったからこそ、光成さんは以前よりも魅力的な男の人になったと思いますよ。だからそれを決して否定してほしくない。ってことは、まあ、カンナさん的には、まあ、同じ道をたどってね、まあ、ちゃんと、天に召されたいってことなの？私が好きになった人のことを否定しないでください。
たとえ本人であっても。え、でもさ、それループしない？同じ世界ループすることがエンドレスエイトみたいな感じになるよ。そんなことを言われたら、あ、まあでもそっか、そうだよね、今のこの意識、あ、そっか、同じ道をたどるにしてもやっぱ意識が変わったり何かが変わったりすれば、まあ昴生君のその、まあ、諦めじゃないけどさ、こう抑え込むみたいなことになれば、はい、そうか、もちろん分かってて言ってますから安心してください。もう今もう願い叶ってんだもんな、昴生君的には。まあただその未来はどうなるかはもう分かんないわけで、もしつまずいて自分を信じられなくなった時には私を思い出してください。まあでもさ、そっか、もうこのままだと、あのか、あれか、あの、もともとの未来に行くってことになるから、未来は分からないわけではないのか、もう分かってんのか。ってことだよね。ベタ惚れの女がいたこと、一人の女を幸せにしたこと、そして約束した通り、笑ってください。いずれまた出会った時に、ちゃんと笑顔を見せてください。また会えるとかそういうことじゃないんだ、全然違う。未来で他の誰かに幸せにしてほしいわけじゃない。二人で一緒に、俺がお前と幸せに過ごしたかったんだ。娘として再会するとか、世界のどこかで幸せになるとか、違うだろ、そんなの全然に違う。俺はもっと恋人で言いたかった、もっと思い出を作りたかった、もっと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 一緒に言いたかった。一人でいると失ったことを痛感する、取り戻したい、でも俺にはどうすることもできなくて、戻したはいいけどな、また同じ未来をたどってカナさんがいなくなって、まあ、それでもね、また会いたいと。カンナは大人だな、大人だな。昴生さんが子供みたいですから、私まで子供みたいにダダをこねたら収拾がつきません。でも私も必死に大人ぶってるだけです。私は見てきましたから、幸せになろうと頑張り続けたその姿を、死神としての仕事の意味と価値を昴生さんの姿から教えてもらいました。その諦めない姿に私は救われたんです。だからこそ昴生さんには幸せになってほしい、心から思います。そのためなら大人ぶるくらい何でもありません。改めて約束をしてもらえませんか。ちゃんと笑顔でいるって、幸せになるって。いやー、厳しいよカンナさん。いや、分かっちゃいるけどってやつだよこれ。いやー、昴生さん、まあカンナさんからするともうそうだよな。分かったよ、分かった、分かったけど今は無理だ。ごめん。いくら我慢しようとしても涙が溢れる。でもこれ以上泣き顔は見せられない。ちょっと、心を落ち着かせてくる。カンナに背を向けてその場から逃げ出した。そして、夏目さんの、例のあれを見ると、やっぱり涙が止まらない。めっちゃ涙を流しながら夏目さんのあれを姿を着替え姿を目撃することになるのか、この後すごいシュールだな。いくら拭っても次から次には涙が溢れ出した。そんな時部屋の扉が開いた。昴生さん、あれ、カンナさん。追いかけてきたカンナの声。俺は背を向けたまま必死に涙を拭う。悪い、もう少し待ってくれ、まだちょっと。何これ、え、どうしたの。
何これ、何してんの。ふわりと俺の頭にマントが覆いかぶされた、かぶせられた。そして背後から優しく抱きしめられる。泣き顔は隠してあげますよ。本当にしょうがない人なんですから。もうマジでお母さんだな。わかってるよ、自分でも情けないって。情けない人だとは思ってないですよ。もう一度世界を上書きしようとした嘘つきだとは思ってますけどね。でもこうしてもう一度会えたことは嬉しいです。とっても嬉しいですよ。まあでもそうだよな。でもこうやってさ、ちゃんと記憶を保持したまま戻れたっていうのは、昴生君からしたら幸せだっただろうな。そこまで好きでいてくれたんですね。好きだよ、本気でカンナのことが好きだ。ありがとうございます。カンナは俺のこと好きか。はい、もちろん。あのさ、それってさ。違いますよ。ん？全然違います。何ですか。何の話。違いますよ、全然違いますね。何を聞こうとしたのか分かってるのか。どうせくだらないことですよ。例えば、好きになった理由は前世からずっと見てきたからかとか。まあそういうことではないかもしれないけど、まあでもその大切にしてたっていうのはあるよね。図星です。図星だったのかい。もう一度言っておきますけど、違いますよ。私が好きになったのは今まで見てきたからではありません。その昴生君としてのね、魂と今までの大切にしてきたものっていうのがこう、なんていうのかな、あ、そういうものもあったし、昴生君のね、強い気持ちっていうところもそうだし。昴生さんにはたくさんの魅力があります。私はそれを知ってます。そんなこと初めて言われた。そうですね、表情が好きです。なんかあれだな、どっかで見たような感じになりそうだな。楽しそうな笑顔が素敵で、うん、仕事に打ち込む真剣な横顔がかっこよくて、恥ずかしそうに拗ねた顔が可愛くて。可愛いとか、俺は男だぞ。だったら大きなその手も好きです。しっかりとぬくもりが伝わってきます。ちょっと低いその声も、なんだかんだで周りに気を配る優しいところも、ちょっと意地悪なところも。そこも含めてか。とはいえ不本意ながらですけどね。口ではあだこうだ言いながらも、優しくお願いを聞いてくれるところとか、甘えてくるところも、それに私を甘えさせてくれるところも、頼りがいがあって好きです。まだ言います？いや、もう十分だ。このままだとそれを聞いているだけで終わっちゃいそうだからな。確かにまだまだあげられますからね。とにかく大好きなんです。だから本当にとっても嬉しいですよ。もう一度会えて。会えたことはな。その表情も声も体もこうして感じられて嬉しいです。カンナ。はい、何ですか。もう一回好きって言ってくれないか。大好きです。俺も好きだ、大好きだ。あの時言えなかったな、返事を。カンナが俺の幸せを望むように、俺もカンナのことを幸せにしたい。私はもう幸せにしてもらいましたよ。残る心配は昴生さんのことだけです。何も言えず、ただ静かに背中でカンナの存在を感じていた。その時マントが小さく揺れた気がした。まるで小雨でも降っているみたいに、表面を水滴が叩いているように思えた。好き、大好きです。
その声は震えていた。ふぐもった声で少し鼻をすする音が聞こえる。ちゃんと幸せになってくださいね。笑ってくださいね。約束ですからね。分かっていた。ちゃんと返事をしなくちゃいけないって。実際口を開きはした。ただ声が、言葉が出てこなかった。何も言えないまま寄りかかる体重が重くなってさらに密着する。振り返りたい気持ちを抑えて俺はカンナの体を支えた。そのはずだが、徐々にその感覚が薄まっていく。体に力が入らなくなって視界も白く染まり始めた。カンナ、好きだ。大好きだ。愛してる。はい、私も好きです。愛してます。カンナがさらに強く俺の体を抱きしめる。そのぬくもりに包まれたまま、俺の意識はどんどん淡く薄くなっていった。頭にかかったもやと同化するようにそのまま消えていく。マジか。戻ってくるってこと？え、どういうこと？真っ白な世界の中で唇に何かが触れた気がした。唇の濡れる感触、それが最後に俺が感じたカンナのぬくもりだった。え、嘘？最後に？高峰光成は帰ったのか。どういうこと？はい、つい先ほど。そうか。あ、マントが取られてるね。なんか初めて見たかもしれないね。私たちはどうなるんですか？我が輩たちを引き込んだのは高峰光成だ。うん。要因が戻ったのだから、ほどなく我が輩たちのつながりも切れる。すべては元に戻るはずだ。マジか。そうですか。そういえば、帝さんに挨拶をしてませんでしたよね。光成さんに言った言葉は嘘じゃないです。ちゃんと満足してますよ。私、後悔なんてしてませんから。今まで本当にお世話になりました。ありがとうございます。帝さんと一緒で楽しかったです。そうか。あー、でもまあ帝さんとこのカンナさんの関係性もな。ん？うん。カンナ、お前の魂が。何？どうした？え？何？私、いつの間に戻ってきたんでしたっけ？なんだこれ。ちょっと待って。はい、ということで、じゃあ今回はここで一旦終わっとこうかなと思います。ちょっと次回また楽しみだな。待って、またそうだよね。このままさ、なんか終わっちゃうの？と思ってたんだけど、え、例のシーン何もないのかと思ってたんだけど、そんなわけないよな。え、なんだろう、なんかカンナさんが。え、戻ってきた？まあいいや。はい、ということで、じゃあ今回ここまでにしよう。いやー、また今回も情報量多かったな。まあそのね、雑にまとめると、そのなんていうの、この光成くんがまた世界を改変したんじゃなくって、まあ意識だけこっちに戻ってきて一時的にね。で、そのまあ元々のその夏目さんのなんていうのかな、もう元の光成くんのこう動きというか、まあそういうその元の世界に戻っていくっていうことのちょっと前ぐらいの中で、こうカンナさんとね話しするっていうところだったんだよね。で、カンナさんも元のその意識に戻るはずだったってことでしょ？でもなんかカンナさんはずっと、あれ、なんか意識戻ってないみたいなことなのかな。その元の意識というか、もうなんか存在自体は、まあその魂のさあ、あ、でもどうなんだろう。まあまあまあ、とりあえずそこら辺はまあ、じゃまた次回ということで。うん。ハンナさんはまだその記憶とかを保持したまま、ここにいるってことでしょ？なんか、この後またややこしくなってきそうですね。ちょっと待って、今までも結構ややこしくて、もう俺は頭の中がおかしくなってくるんですけど、まあ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 。
また次回もちょっとお楽しみにということで、またちょっとね45分ぐらいになっちゃったけど、はい、また次回も長くなるかもしれませんが、ぜひぜひ見ていただければなと思います。はい、ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。